本の皆さんこんにちは。今日はババウ島の学校の話をしようと思うんだけど、なんて日本と違うじゃない？うん。でたくさん驚いたこととかいっぱいあるでしょ？うん。一番トイレが本当に汚かった。お友達死んだ。お友達が死んじゃった。やっぱり金曜日まで学校にいた子が週末にいなくなっちゃった。日本はさ病院もちゃんとあるし、みんな手洗って、うがいしたりきれいにちゃんとしてるわけ。でもここではそれできないよね、うん、だから何人か亡くな周りで亡くなってるんだけど、そういうことがどうしてっていうのをちょっとみんなに見てもらおうかなと思う。うん？いい？うんI pray for you, ここから I pray for you, you pray for me I love you, I need you to survive I won't harm you with words from my mouth I love you, I need you to survive I prayYou pray for me. Pray for me. I love you. I love you. I need you too. I won't harm with words from my mouth. From my mouth. I love you. I need you too. Let's try it again. I pray for you.Thank you.
ストやってさ、うん、あのどうだった？綺麗にした時はあんまり、あ、あんまり好きじゃないなこれとか、本当に汚いなって思うけど、映画を見た時本当に嬉しいって。嬉しかった？嬉しかった。楽しかった？楽しかったみんな喜んだもんね。うん、うん、だから続けていこうね。うん、なのでまた学校のご報告皆さんにします。